さあ能力で選ぶ最強の鋼統一やっていきましょう。早速体力からいきます。ドーン、大王道ですね。はい、意外と鋼タイプって体力はそんなにないんですよ。でそんな大王道くんですが、体力と攻撃と特攻が高いとかいう、まあホエル王みたいなステータスをしてるんですが、まあかといって火力があるわけでもないので、今回カバルドンでやれみたいな型を用意してきました。はい、まあ本当にね、素早さ足りてないのに中途半端な火力でやるよりは、いっそ曲振りで高い体力も活かし、ステロ吹き飛ばしでなんかいい対面作れないかなと思いました。はい、出番はあんまないかもしれない。うん、では次、攻撃部門どうぞ。はい、僕の大好きなドドゲザンですね。困った時はドドゲザン。はい、いつもの型で参上です。言うことも特にないな。では次、防御部門どうぞ。ミミズズです。はい、忘れた時に土色が刺さるかもしれない。はい、あまりにも空気なんでね。で結構ね、耐久あるんですよねこいつ。意外にも特防はからっきしですが、なので運よく鉄壁積んだら刺さるかもしれないので、単純に尻尾を切るだけのポケモンとは思わないようにしたいですね。はい、では次、特攻部門どうぞ。サーフ号ですね。ここで来たかという感じです。はい、で今回は日頃よくやられてるこだわりスカーフトリック型を連れてきました。まあ再生とかも入っていますが、これはもう完全にトリックをするという前提で仕込んでいます。なのでお相手のパーティーに補助型のポケモンがいた場合は積極的に仕掛けていきます。はい、期待しております。では次、特防部門どうぞ。ヌメルゴンですね。はい、圧倒的な数値でランクインなわけですが、今回は立てこもるボディープレスなんで、さっき紹介したミミズズと似てはいるんですけど、アシッドボムラスターカノンで交代戦多少意識してる感じの型となっております。役に立つかっていうと、どっちかっていうと使われた時にうげってなる技なんですよね、アシッドボムってのは。はい、では次、最後、素早さ部門どうぞ。なぜこいつは生き残っているのか。ダグちゃんですね。地面に引き続きアローラの姿で再登場。更新されないんだなあんまり。はい、でまあこういう型にしました。カーリーヘアで、相手の素早さを下げれたらなってことでコライルも採用していますが、接触してくれないとダメなんでね。ちなみに試運転でザシアンはぶちのめしました。はい、とまあこんなメンツなんですけど、見ての通りウーラオス無理です。ウーラオスはもう捨てます。はい、もう忘れよう。忘れられないだろうけど、で結構ね、技構成が極端に分かりやすいやつばっかり。ヌメルゴンは技のデパートなんですけど、あんまりだから何っていう感じなんで、って考えたらもう捨てるところは捨てて、それ以外勝てるところ勝っていこうみたいな構築になりました。はい、頑張ります。では行きましょう。どうぞ対戦よろしくお願いします。というわけで指導するわけですが、水タイプ相手のことはあんまり考えてなかったな。普通に超絶苦手なやつであれば、今回の頼れる3キャラに出ていただきましょうか。まあカジュアルバトルではなかなかマッチングしない相手ですね。なんならカジュアルのパーティーっていうのは基本的に神とかがいなかったりするんですよね、一見ガチでも。なんでこういう神は混ざってるけど、なんか趣味のポケモンも混ざってるこの絶妙な感じ、ランクマの試運転かもしれないね。うん、まあこういうパーティーとマッチングできる方がワクワクするね。まあ記念すべき初戦をさっくり勝って次に行きたいところでありますが、技構成的に今回水に有利取れてないんだよな。ドヒドイデが来ないこと祈るかな。ちょっとマイクが遠すぎるか。おいでー。よし、では対戦よろしくお願いします。ちょっとね、体調治ったんですよ。うん、だから私もちょっと元気満載で
お届けするぜ。前回はそれで BGM なかったからな。ではよろしく。さて、面倒なやつが来たな。トリックだ。お前はスカーフもらっても困っちゃうだろう。だからこそ押し付けてやる。押し付け型の強さは証明する必要もない。特にオリーバみたいな補助技も織り交ぜるタイプがスカーフを持っちまうと使用感が著しく低下する。これで直帰とか持ってたらちょっとめんどくさいですけどね。なくはないですが、これは距離感の都合で通信中が長いのか、しっかり考えているのかぽいな。考えてるっぽいな。ではその間にこっちも考えること考えておこうか。神ちゃんやべえよな。まあドドゲザンがいるからなんとかなるか。お、始まった。トリックしまーす。どうぞ。遠慮なさらず。スカーフどうぞ。お盆、もん持っとるやん。身代わり、はい、じゃあ一生どうぞ。一生すればええやん、身代わりを。さて、では交代際にまたトリックぶちかましてやってもいいんですけど、お盆はデメリットにもなるね。ま、シャドボで。これはお相手交代せざるを得ない。どうやら宿り着とかを駆使する方だったようですね。これは交代せざるを得ないでしょう。おっと、身代わりを使った。交代しときゃよかった。シャドウボー打ち続けるわ。向こう的にはここ殴られるのが一番嫌だろうしな。対戦相手の嫌がることをするのさ。こっちは別にデメリットないですし。イエーイ。これは一気に優位に立ちましたね。ガルガンシェ。ほう、よっと。勝てえなお前。なるほど、ここはどうしましょうかね。トリック使ってもいいが、あんまりオーブンは与えたくないんだけどな。でも食べ残しで永久的に回復されるよりはマシですね。ここで仮にオリーバが戻ってきたとしてもやることはそんなに変わらない。デメリットはないでしょう。ただ向こうがとりあえず塩漬け打ってくるかなーってところ。より苦しみますからね。テラスタル切ってきた。これがあるからゴールドラッシュは打ちづらい。定番だったらゴーストですが、さあボディープレス作戦も効かなくなっちまった。非常にめんどくさい状況。おい、どうぞ。食べ残しサーフ号爆誕でござる。なんなら食ってからパクってもいいんだが。塩漬け痛い。吸収に当たったか。回復が先で回復量はおよそ10。ダメージが思ったより苦しむな。これ交代しましょう。早めに。ドドゲザンのドゲザンは清めの使用によるデバフは食らわない。もろに入りますからね。これうまくオーブン食ってから食べ残しも没収するって流れの方が良かった気はするね。そうしようか。今からでもちょっと無駄になっちまいましたが。おっと、でもこれはラッキーですね。アルドリバー、お前か。一つしか技打てないお前か。テラスタルも使っちまったしな。
だったら補助技効かないサーフボードでいいじゃん。どうせ殴ってこれねえよ。テラバーストはノーマル技になっているし、草は半減だし、また起点にしてやるよ。チェス、宿り際効かない。さあ帰っていただきますよ。やっぱサーフゴーのこの補助技完全体制でトリックはあかんわ。ずるでしょ。シャドウォール。じわじわ追い詰めていきますよ。トリック1ターン分無駄にしたのは痛かったね。と言ってもここは食べ残しの方がやらしい動きできてますが、多分お相手の中でそのお盆がまた没収されるということは頭にないはず。いいダメージだ。 OK、 もうこれは押しましょう。このまま押しましょう。シャドウボール。お盆食っちゃったか。まあいいでしょう。お相手はもう受けられないからよ。お盆美味しいかい？ちゃんと味わえ。ここで特防落ちちまったからね、お相手。もう交代するしかないんじゃない？こちらは食べ残しで悠々と体力を回復し、最大まで戻すぜ。引っ込めた。フッケーマン、おお、来たぜ、神、直撃しろ。さあ、痛い目見てもらいますよ。なんだかんだサーフ号の超火力があなたを襲う。いい火力じゃねえの。さすが特攻最強のポケモンですね。これはもう流れを取った。というか、思った以上に威力出たな。こんなに出るんですね、サーフ号も。さあ、一つしか技を打てない哀れなポケモンよ。とりあえずそうだね、様子見自己再生でいこうか。相手の行動を見てからでも遅くはないでしょう。ほいった。わずかな体力も回復。シャイン。ほう、まあぶん殴ってもいいわけですが、向こうとしては誘ってる可能性があるけど、まあもうヌメルゴンでアシッドボム打てば大丈夫だと思いますぜ。これ親分だったヌメルゴン。シャイン。特防最強にその程度の火力では通用せず、こいつも持っている。そう、食べ残しをね。これは長持ちですよ。ではでは、アシッド。おかえり。ウィット急所で。これさーて、向こうとしては塩漬けしてきますかね。交代しておきます一応。タイプ的にめんどくさいことになってんだよなこれな。とりあえず殴ってみるか一発。ラスターカノン。コウさん、対戦ありがとうございました。じっくり攻めていく感じだったな。まあですが、ほぼほぼこちらの勝ちだったでしょう。対戦よろしくお願いします。お相手はイケメン御三家勢揃いってところか。というか全体的にイケメンですね。おとぼけスマイルはヌメルゴン程度だろうか。実はハッサムきついなこれ。でも多分だけど先発ゾロワークで来ると思うな。だったら特殊で来るってことだよな。ドドゲ行こうか先発。いやどうでしょう、特殊は振ってないんだよね今回あんまり。ドドゲでやつが来る前提でぶちかましてやろう。今回はちょっと、今回もか、
サーフ号が微妙か。そうかも、そうかも。いやー、わかんなくなってきたな、これ。ミミズズも欲しいな。いや、サーフ、ミミズズでいきます。よろしくお願いします。ダグちゃんを出すにしてはお相手があんまり接触してくれなさそうだし、大王道くんもなんか中途半端なことしかできなさそうなので、よろしくお願いします。厳選してる。健康体になった私の読みパワー見せてやるぜ。グレ忍者と見せかけてやろう。どうせまあそうでもないとしんどいんだが。じゃあ一丁謝罪を一つまみ。ほら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 、忍者はそんな不敵な笑みは浮かべないのよ。さらば。オッケー。さあこうなったらお相手はさすがに殴りかかるしかない。せっかく積んだんだしな。それでいてゾロワークが持ってる先制技は影打ち、ドドゲザンには大したダメージにはならない。よって戦術の時点で読み潰して一体撃破。ついでに忍者がいることもバレていますね。忍者以外のポケモンが出てきたら全バレだな。おお、君か。ミミズズ出番です。マスカーニャの火力ではミミズズにダメージが通せない。それでいてあんたら全員悪タイプじゃねえの。行くぜ。じゃあレッツゴー。フェアリーか。効かない。さてここはボディープレスでいいんじゃないですか。さすがに突っ張らないと思うがね、メリットがねえでしょう。そこを狙え。 OK、 もう完璧じゃないですか。的確に一撃を放ち潰していくのよ。まあミミズちゃん特防はからっきしなんでな。うんさい、もう助けもねえからよ。そしてマスカーニャはミミズズを落とす手段がぬわい。さあかかってこい。なんであれぶっ潰す。お手頃技を使ってしまうとむしろ状況は厳しくなるしな。草テラス、テラバでも無理だと思う。今一つだしな。おお来た、本当に来た。だけどそのタイプでは後続のポケモン、そう、後ろにいるのは鋼ドラゴンのヌメルゴンだからな。多分だけど半分まで減らないと思う。はい、硬い。ですが急所なので鉄壁は貫通するのよね。よし、準備完了。ボディープレス。すでに急所に当たっているから運が良ければもう何もないんだよな。お、42ダメってところ。いや、もっと少ないか。 22? 元忘れちまったぜ。合ってるか。まあ何でもいいや。さよなら。ミミズズも型にはまれば強いのだ。この調子で大王道とダグトリオのいいところも見てみたいね。ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。なんか同じ人とマッチングしたと思ったら違うね。それでいてパーティーの平均的なかっこよさがさらに向上している。化けられることはないですね。ミミズズ言っとくかと思ったけど今回はダグちゃん行こう。ダグちゃん、ミミズズ、ドドゲザ、今夜はこの3体で決まり。そして最終試合に大王道をなんとかこう頑張ってもろて。大王道は結局剣盾ですらあんま見なかったからな。うん、巨大マックス個体があるのに採用率そんなにだったんで、よっぽど厳しいポケモンと認識されているようだが、まあトランセルよりは使い勝手いいと思うからなんとかなるはず。グレ忍者
これは手裏剣で死ぬやつだな。ですが交代して負担かけたくもねえんだ。いやでも交代するわ。さすがに死にたがりはよくねえ。そもそも手裏剣持ってるとは限らねえし。エビだった。ん？ちょっと待って、変幻自在発動してなくね？むしろ困るんだが。謝罪。つうかめっちゃ遅くない？何やった？そんな技あったっけ？あー覚えんのかよ。嘘だろ。初めて知ったぞ、そんな卑劣な技を。マジかよ。俺怖くてこいつと戦えねえぞ、こんなんじゃ。ジェジェン、おい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 、お相手ノリノリじゃねえかこれ。水テラス、え、やっぱ手裏剣あんの？勘弁してくださいよ。もうあかん僕壊れる、これ僕壊れる、僕のメンタル壊れる。終われ、止まらない、水手裏剣は止まらない。グエ、マジか、あいつカウンター使いんのか。さて、すでにもう無理感が漂っていますが、頑張れミミズズ。お相手が土色を知らないことにかけろ。相手が土色を知らなかったら、もしかしたら1回ぐらいは暴れられるかもしれない。ボディープレス。まあ手裏剣でも結構飛ぶよ。お、やったぜ。にしても最初の霊美は何だったんだ。霊美ぐらいでええやって感じだったんですかね。鋼が統一ですから別に刺さってもねえんだが、何かしらの意図があったか。まあいいでしょう。符号はきついっす、無理っすこれ絶対無理っす。負けです。ありがとうございました。忍者怖すぎるわ、マジか。あいつ対戦よろしくお願いします。まだちょっとメンタルが回復しきってないんですけど、まあ強くいきます。はい、でダイオード行こうか。ダイオードをダグトリオドドゲ、大丈夫かこれいやまあまあまあ、先発ダグろうと思ったんだけどちょっと怪しいかなって思ったんで逃げた。はい、まあダグからドドゲにつなげて3立てしてもらおう。そのための準備をダイオードー君はしてくれたらいい。にしても本当マジか。いや僕6世代の時に実況を始めたので、月光河にカウンターっていう印象がそれなのにないんだよ。月光河って言うて6世代の時も結構な採用率だった気がするんですけどね。あれか、メガガルーラに全ての存在感を持っていかれてしまったか。ま、今後は警戒しましょう。というか僕があんまり使ってないだけか。うん、今回のお相手は特殊がメイン火力で、まあ言うて鋼に対してはあんまり打点がなさそう。ウィンディーぐらいですかね。まあマンダちゃんが火炎放射とか打ってきたらやばいですけど、それぐらいなので割と大王道は出せる、そう判断しました。実際はどうだろうね。はい、ウィンディー、いらっしゃいませ。鬼火とか巻いてくんのかねこいつ。どっちかっていうとそういう方の方が多いよね。だが私のダイオードはバッチバチの特殊の補助型よ。こう地面技を透かしつつ威嚇を入れる作戦ですか。ほら言った、好きにするといいぜ。
どうやら今回この方ドハマりの予感がしますね。龍の舞最高最高。さあお仕置きだ、吹き飛ばす。カバでやれと言われそうですが、そう、何より意表がつけているだろう。言った通りじゃない。さあ強制的に、はい、手持ちフルオープンとはならなかったが、まあいいでしょう。もうどれだけ威嚇で火力が落ちようが知ったことではないぜ。吹き飛ばし。さあ全体的にじわじわ削ってやる。フレアドライブ。何？一撃とは曲振りなんですけどね、こだわっているか。さあ豊富な体力による反動ダメージを受けよ。虫の息じゃない？ダグちゃん、おそらくこの火力ハチマキの方かな。自信。頼む、たまには素直に来いよ。ウィンディ、これな、威嚇持ち多すぎてな、ドドゲザまずい可能性があるんですよ。よもやこんなに入れてくるとはね。引っ込めたか、めんどくさいパターンになってきた。マンダー、威嚇で攻撃が落ちてしまう。さあ自信をすかされてしまった。技がないので逃げましょう、素直にね。威嚇をすかしつつ立ち回るしかない。タスキがあるのでまあ1回分は受け入れるし。さあグルメよ、チュッ。総大将1体分、自信か、いって。フイッチだからこの程度で済んだって感じだよな。まあ謝罪、ウィンディだろここは。そうでなかったとしても土下山安定。浮いてるこいつが何よりも邪魔だね。お、交代しないならばよし、ダグトリオでサンタでしてやる。こうなったらやけっぱちだ。水です。まあさすがにちょっと不意打ちは怖すぎて打てない。負けにつながる可能性があるのでね。地震いて、うれ、勝て、メットかよ。不意打てよし。だけどちょっと減りすぎたな。え、死んだ。ごつめダメージ痛すぎだろマジ。くっそマジか、ダグトリオに全てを委ねるのか。自信しかないんですけど大丈夫ですかねあれ。しかも威嚇入ったら元々ない火力がさらにないんだが。大王道くんは悪くなかった、それ以外のチョイスを見誤ったか。いやでも毎回急所に当てればいいだけでしょこれ。言うてステロ入るし、まあ神速あるだろうなこのウィンディの火力からして。まあとりあえず撃つしかないよなこれな。はい神速、あー超痛い。もう涙ちょちょ切れなぐらい痛い。はい自信、ういよっと。にしてもあのマンダ龍舞かつゴツメとは思わなかったな。なんかポケモンバトルも日々進化しているんだなって思いますね。クエス。さあこれきついな。まあでもクエスの身代わり具合ならこれで壊せない。なんなら普通に殴られて終わりそうな気がしますけどね。格闘テラスだったらもう多分死にますね。はい、テラバで終わりの流れ。はーいはーい、撤収。くっそマジか、うれ、急所に当たんない。なんか当たってもダメだねこれ。こういう補助型はやっぱ2体出るもんじゃねえな。
でもドドゲくんをうまく運用しても今回はきつかったな。格闘テラスのクエストがラストだから、さすがにちょっと体力を減らされすぎたね。ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。まあディンルー来るわな、これな、来るわな。だったらミミズズサーフゴーまでは確定だな。でこの2体でやたらやべえのが、多分ですけどウーラオスだな。ウーラオスどうしようまさかの鋼負け越しで終了説。はい、なあ、あいつどうすればいい。お前のテラスタイプどっちだ。鋼だ、ダメだ、くそ。まあでもウーラオスはもともときついと分かってたからな。変に対抗しようとしてもうまくいかないでしょうから、もう割り切るしかないね。よろしく。にしても物理は物理で火力がやべえやつしかいないっすね。最終試合だ、悔いを残さないようにな。確定急所の一撃ってのは置き土産とかも貫通するからね。はい、初手読みはまあまあズバリっす。チェース。そいつは挑発ねえぞ。鉄壁だ。ステロとかカタストロフィーとかでしょ。よし、上から行くぜ。自信、あれ土色なんですけどいや、あれなんですけど、主なんですけど、忘れた時に来るような土色。ちなみに僕も一回やらかしたことあるので、人のことは言えない。で、しかもその時結構絶望したかな。あーってなるやつ。くれせー。そいつはまともに取り合っても絶対勝てないよ。尻尾切ろう、尻尾。どうせ瞑想とか積んでめんどくさい感じになる。こいつを潰すにはトリックしかねえんだが、なんならすでに瞑想を2回積んでるこの状況、十分に強い可能性があるんだよな。ですがこちらは尻尾を切ってサーフ号につなげる。まあお相手はディンルーもいるので、交代先もスカーフ嫌う可能性がある。少なくとも殴っては来ないのよ。つまりここの時点でクレセリアにボコボコにされるという未来は多分ない。というわけでどうぞ。瞑想積んだらお前の最後だ。交代かな。ディンルーだったらまだカタストロフィーの連打で仕事ありますからね。居座っている。ほら言った、隠れます。隠密マント、おー、はい、一生瞑想しててさあ、あのクレセリアはもうほぼ封じ込めた。であれば次の動きはディンルーが来ると思って動いていいね。そう、これでようやくクレセは止めたけど、まだめんどくさいんだよな。ディンルーも止めなきゃいけないフルコースかよ、勘弁しておくれやす。とりあえずカタストロフとかで体力を削ってきますかね。これお相手のメンバーを見るに、海竜とかもいるかもしんねえのがしんどいところだよな。とりあえず傷はつけておきましょう。今回は触っておかないといつまでたっても終わらんからさ。ここで迷わず引いたってことは、クマ。でもこれならいける。ほう、来いよ、から元気、来いよ、受け止めてやる。
テラスタルを切っても良かった気はする。けどテラスタル切って落とせるのはノーマルだった場合に限る、まあ大体ノーマルなんですけど、ギャンブルはしたくねえ。いいね、から元気、さすがガチグマといえどここまで抑えるとはね。さすがにヘッドでいいよ。よくやった。コウさん、対戦ありがとうございました。よかったよかった。ちゃんとクレセリアも潰したね、なんだかんだ。やったぜ。